カフェで一服してみましょう。はあ、沖縄黒糖ミルクでもいい。すごい、全部美味しそうだね。え、すごい、蜂蜜ウーロン茶とか。いきますよ、ね、どれもこれもやばいですね。あー、わしスムージーです。決まりました。まんま？もうやべえじゃん、キクラゲミルクだよ。だってさ、ブラックブンガスっていうのがキノコってことなんだって。あ、そっかそっか、じゃあ、なんか、これを、これを、これを冷たくしてます。浜ヶ崎だ？え？飲む？マジで嫌そうか。え？でも気になるさ、一個だけ値段ちょっと安いで気にならん？なる。なんでな、みたいな。クラゲ痛いよね。ちょっと見たいよ、ね、頼んでみようか。もうダメだったらあのわしのやつ半分やるから。本当、じゃあ私クラゲミルクいきます。そうしよう。じゃあ私はアンパイのこのヨーグルトスムージーを。そうしてくれ。ミシェルクレーンやってみるか。いいね。よし、いるのがこの辺なんだよね。お母さんが作ってくれた地図を見れば。あれ本当便利、めっちゃ便利。行こうってみんなで決めたところ、Google マップ上にマイマップとして登録したんですけど、そしたらね、あの一目瞭然で次の場所が分かるので。ね、知らんかった。皆さんもぜひやってみてください。座ったらすげえ落ち着いてしまった。そうなの。もう急に眠気がやってきた。やばい、死ぬぞ。寝たら死ぬさ。黒ままでもないんだよ。やばくね？初めて見た。もうギルだよ、ギル。キクラゲギル。え？一番アンパニアスから飲んで。大丈夫。いや。赤く大丈夫ですか？大丈夫ね。はい、行きます。絶対うまいよな。絶対美味しい。うまくない未来教えて。はい。もうね、いい。もうね、いい。いいんじゃない。なんかね、疲れが全部飛ぶ。なんかね、これね、ビール。ビールっぽいね。ビールビアルね。ビールだからしかない。いや、今日もじゃあ、お疲れ様でした。どうした？全然入っていってへんで。層の厚み変わってないもん、ほとんど。生クリーム。そうだね。生クリーム。そうだね。きれいだ。美味しそう。のないや。あ、甘いっていうのもあの苦味が強い。生ココアのあの感じ。大人の味だ。そう。そうなんだ。そう。生クリームは甘い。うん。あ、両方甘くないんだ。もっと大人の味も。いやー、2人ともめっちゃ美味しそうやん。いやもう、ハマーさんもめっちゃ美味しそうやん。これどういうこと？全く思ってない。どういうことなの？これ、キクラゲミルクだけどさ、ちょっと見てもらいますひらさん。このね、まあ上に乗ってるのはもちろんミルクですよ。本当にね、なんかペースト
ト上位なんてキクラゲとか言ってるんですよ。やばっ、どこのドイツが見たことないドリンク。え、ちょっと待って、やばちょっと待って、つぶつぶしてる、はい、わかんない、なんかわかんない、味のイメージがつかん。なんかさ、これこのまま行くもんなんかちょっと混ぜなあかんのか、どっちかわからない。まずじゃあ袋いとこうから味見行きます。おいしい。嘘ほんまに。え、マジですか。またそんな言うて、またそんな言うて、そうやってわいらは欺かして、はっはっは、そういうことなんだ。そんなことない、飲んでみて。何そんなこんなさ、ようわからんキクラゲみたいなもんがさ、キクラゲやから、そんな、ほら見てこれ、これやば、ほら見てこの粘土、ほらすごっ、やばすごいじゃん、やばない、すごいね、これよう頼んだな、自分。うまい。美味しいよね。え、なんかね、え、何これ、キクラゲの味というか、なんかマロッとした、すごい、マコ味がめっちゃ好みね。え、何だろうこれ。でもわかんないの、ちょっと見たことない、キリ見たことある、あるよね、タピオカだよね。私タピオカだよね。あ、タピオカを刻んだ感じか。あ、ね、そうだよね、美味しい、美味しい、本当に美味しい、食感的にも好きだわこれ、ね、完全に外れたと思ったけど、うん、やったね。シャープ目にやっぱりその芸人さんが頼むようなものはなかったなかったね。そしたらこれが多分一番甘くない。本当、え、これより甘くない、うん、ビターって言ったりは多分すごい甘い。ああ、ないね、ない、ショコラってない、そのけも甘くない、うまく、両方甘くない、大人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 、そうだね、うん、一切入ってないんじゃない。でもちょっとこれ、これ意外性、いや、うまいね、なんか飲んじゃう、なんか飲んじゃう、まさかあんな高さ待ってると思わなかったね。ね、びっくりしたね。びっくりした。超チームラボ。超チームラボ。ね。みたこさんのしかも久しぶりに見えたことですね。お前。塩の代わりにポテチ振りまいて。めっちゃ良かったね。なんかね、いろんな要因があると思うけど、多分全員台湾何回も来たことあるの結構大事だと思う。あ、そうかもね。前回2人が初めてだから。その差はあるかもしれない。そうだね、ギタバタしなくていいし、小籠包、あ、突然の、あれ今日は小籠包の予定だったの。小籠包ありますよ、夜市最高だ。通貨夜市に行って小籠包食べないとね、始まったり、通貨夜市でちょっと寒いのにかき氷食べようと思ったからね。もちろんですね。私さ、あの台湾のスイーツのさ、餅が好きなのよ。 芋餅みたいな、あ、なんか白玉っぽいの、ピンクとかオレンジのやつ、お汁粉とか、あとかき氷に乗ってることもあるから、あれが好きなんですよ。食べなさい、食べなさい。そう、私、小籠包屋さんは前回行ったらね、どうしたの、気づいた、あのね、何も言わなかったの、私、あのね、この2ミリの層以外はキクラゲ気づいちゃった、あのね、ほぼ気づい、あのね、もうギルなんじゃないゲルなんよりすんなよ、配分間違えた、そうな、配分間違えた、美味しい美味しい出てたからね、そう、配分が違った、ついにキクラゲだけが、だってさ、もしちょっと飲んでみな、すごいすごいキクラゲ、もうこれキクラゲやな、キクラゲやもはや、でもシャンプー嫌いしてないんだな、嫌いじゃないんだけど、そうそう、液体部分が欲しい。あの面白いね。こんな発想あるんだ。ね。
いい、積極的にこういうのチャレンジしていこう。いいね、パワーさんが。えなんでチャレンジ枠やっぱ新人さんみたいなとこあるし、出た、うちら3年もやってきてるし。そうですよね、面白い、面白い。浜さんが積極的にチャレンジしようって言ってるけど、はい、伊達子さんって振ってるのこっちじゃない。あ、はいって。そうもうなんか条件関係が不思議な感じなので、ちょっと。あ、そうだね。そう、私は大体チャレンジ枠を美佐子に押し付けがちなんですけど、そう。そして、それが別に嫌いじゃないから、多分やっちゃうんですよ。そうだよね。なんか浜さん結構私ぶっ込むから、私もそうそう、これこれって。そっか、みさこらそれを受け入れるんだ。そう、受け入れるんだ。受け入れがち。みんなで持っていこう。そうしていこう。今回もみさこのモーニングルーティーンを待ってもらう。あれ、気に入ったらしくて。あれ、めちゃくちゃ気に入ってたの。あ、え、ほんと？うん。モーニングルーティーンでさ、マンゴーさ、丸かじりするある？なかなかある。味があったんだよ、あれ。あ、そうだ。すごい良かった。価格もさ、何見したいんか、よう分からへんかったんで。めちゃくちゃ良かった。面白かった。やばい、毎朝フルーツ食べる生活したいんだよね。ガガなんか理想と現実が垣間見えてすごい良かった。生々しかった。じゃあ、そうですね。そう、リクエストしたことですけど。私夢を見ているのかな。はい、浜田さんと美佐子さん。何なんだこれ。こんな勘違いマダムですよ。似合ってる、腹立たしい。あのミキの CM 出てそう。一番人気どれ。チョコレート、紅茶か。紅茶、その